国鉄多岐1300経過者は、かつて日本国有鉄道及び1987年4月の国鉄分割民営化後は日本貨物鉄道に在籍した私有貨車である。本形式と同じ専用種別である多千2050岐営、多2万2350型についても本項目で解説する。1968年2月29日に、 タキ6900型より3両の専用種別変更が三菱重工業にて行われ形式名は新形式であるタキ1300型とされた。本形式の他にブチルアルデヒドを専用種別とする形式にはタキ2050系、タキ2350系の2形式が存在した。落成時の所有者は火星水まで、その常備液は 水島臨海鉄道港東線の東、水島駅であった。1971年7月19日に常備駅はそのままで三菱火星工業に名義変更された。1979年10月より火星品分類番号年31が表記された。タンク帯は一般構造用圧延鋼材製であり、二役方式は積み込み口からの上入れ。 空気カーツを使用した液で貫による上出し式である。塗装は黒。全長は一万三千二百ミリメートル。全幅は二千五百ミリメートル。全高は三千八百八十ミリメートル。台車中心間距離は九千百ミリメートル。自容積は三十七点二立方メートル。自長は十九点七トン。換算量数は積車五点零、空車二点零である。台車は。 ベッテンドルフ式の TR41C であった。1987年4月の国鉄分割民営化時には全車の車席が JR 貨物に継承されたが、1995年9月に全車が一斉に廃車となり、同時に形式消滅となった。1981年5月7日に多機1500型より3両の専用種別変更が、 富士重工業にて行われ形式名は新形式である多機2050型とされた。改造内容はタンク体及び付属装置をステンレス工にて申請し取り替えを行った。所有者は種社時代より一貫して日本石油輸送であり、その常備駅は名古屋臨海鉄道南光線の名古屋南光駅であった。化製品分類番号は年31が表記された。 1993年9月に再度、専用種別変更が行われ、アセトアルデヒドシアンヒトリン専用となった。これに伴う、形式変更は発生しなかったが、化成品分類番号が662に改められた。塗装は銀色、実用席は25.0立方メートル、地上は15.0トン、換算量数は、積車4.0、空車1.6、台車は、 ベッテンドルフ式の TR41C であった。1987年4月の国鉄分割民営化時には全車の車席が JR 貨物に継承されたが、1995年11月に全車が一斉に廃車となり、同時に形式消滅となった。車令14年と短命な形式であった。多岐機三3 5 0型は、 うチルアルデイヒド専用の35トン石タンク車として1980年4月8日から1982年7月27日にかけて3ドット5両が日本車両製造1社にて製作された所有者は日本石油輸送及び日本陸運産業の2社でありその常備駅は福島県の郡山駅京葉臨海鉄道臨海本線の村田駅である 年31が表記された。1993年9月に3両の専用種別変更が行われ、アセトアルデヒドシアンヒトリン専用となった。これに伴う形式変更は発生しなかったが、化成品分類番号が独62に改められた。タンク体はステンレス構成であり、200方式は液乳管からの上入れ、窒素化圧を使用した液出管による上出し式である。 窒素管、液出管は S 時間を装備している。車体色は、多機2350多機2352が銀色、多機2353以降が黒色であり、寸法関係は 13600mm、全幅は 2718mm、全高は 3801mm、台車中心間距離は 9400mm、 事業席は43.5立方メートル、地上は16.0トン、換算量数は、車五5.0、空車1.6である。台車は、コロ軸受け、コイルバネ式の TR225 である。1987年4月の国鉄分割民営化時には、全車の車席が JR 貨物に継承されたが、1989年6月に2両が廃車になり、 1995年度末時点では三両が現存していたが、2007年10月に三両が一斉に廃車となり、同時に形式消滅となった。各年度による製造会社と、両数、所有者は次の通りである。電気車研究会、鉄道ピクトリアルナン、no. バー810、鉄道車両年間2008年版、P116 国鉄滝2050経過車に関する、カテゴリー、 国鉄滝2350経過者に関するカテゴリー、ありがとうございます。